行為が保健室にいても不思議じゃないでしょ。夏休みでも学園に来る学生はたくさんいるのよ。陸上部の部員も水泳部の部員もみんな一生懸命練習してるわ。あなたの怪我人が出た時に私がいないと困るでしょうしね。ここにいても思い出は作れないわよ。思い出のない学生生活なんてすごくつまらないと思うもの。それに将来、その思い…あのね、先生は羽を伸ばしなさいって言ったのよ。それでなくてもあなたは普段から羽を外してるのに。羽を伸ばしに行かないの？え、あり。あら、職員室に何の用かしら。ちゃんと先生遊びに来たなんて言ったら先生は許しませんからね。たとえ夏休みでも職員室を自由に出入りしていいわけがありません。ダメです。教師に融通など聞きません。夏休みは学生の心を開放的にするものです。だからこそ節度ある生活を心がけなければなりません。わかりますね。